非金属元素のサンプル非金属は金属の内化合物を作りにくく希少性のある金属の総称。英語ではプレシャスメタルまたはノーブルメタルと言い,い、プレシャスメタルは希少な金属、ノーブルメタルはイオン化しにくい性質を持つ金属を言う。なお、非金属の対義語は非金属である。 化合物を作りにくく希少性のある金属という条件を満たす元素は、金、銀、白金、パラジウム、ロジウム、イリジウム、ルテニウム、オスミウム、レニウムの9つであり、これらを一般に貴金属元素という。電気化学では、銀よりも単極電位の大きい元素のことであり、以上の旧元素と同じである。また、貴金属は、 標準水素電極と比較して高い正極電位を持つ金属と定義されることがある。この場合、相対的にイオン化しにくい方を、きといい、例えば円との比較で、銅は、高とされる。イオン化傾向が水素より小さい金属という定義では、水銀など蒸気以外の元素を貴金属に含めることも、ある。これらはいずれも D ブロック元素に属する。周期表の金。 銀、白金は、科学的、物理的、機械的に似た性質を有する。金、銀、白金はいずれも、色が美しく、加工が良い、室温で変色しないという3要素を持ち工芸品や、宝飾品に用いられている。ルテニウム、ロジウム、パラジウム、オスミウム、イリジウム、白金の6つの元素を、白金属元素という。白金属元素は、 お互い性質が似通っており、有点が高く、白金、パラジウムはアルミニウム並みに柔らかく、ルテニウム、イリジウムは硬く、オスミウムは非常に硬く脆い。ロジウムはその中間の硬さである。全体的にくすんだ銀白色を呈した金属である。また白金類は密度が21から22と非常に高く、物質中最も重い元素になる。十八金属とも言う。 パラジウム類は密度は12で軽白金属とも言う。3. アルカリなどにも侵されにくい。非常に有用な触媒となるものもある。白金属元素はどれもかなり希少な金属だが、その中でもロジウム、オスミウム、イリジウムは特に希少な金属である。レニウムレニウムは地球上においても宇宙空間においても最も希少な金属である。 デニウムは、開白色の非常に硬い金属で、過酷な条件下にも耐えうることから、ロケットエンジンにごく少量を添加されたりしている。密度に関しても、白金の21.45に次いで、全元素中、第4位の高密度である。8種の貴金属の中で、金、銀、白金、パラジウムの4種とその合金を、ISO9202、ジス s ンイ6309、 および支部所は、ジュエリー用貴金属合金として定め、品育分を設けている。イリジウム、ルテニウムは、白金の割金として用いられている。ロジウムは、ジュエリーやアクセサリーの表面メッキとして、広く利用されている。ジュエリーの製造現場では、加工上の性質、用途と、色調から、産出量は多いがどうを貴金属の一種と考える、こともある。ありがとうございます。